今回もご覧いただきありがとうございます。組山店店長の原です。今日は新作のお洋服をご紹介します。まずは毎年大人気のドッキングパーカーワンピースです。トップスとスカートが合体した1枚でコーデが完成するワンピースになっています。スカートの柄部分は大人っぽいボタニカル柄と別の柄生地を切り替えた一味違うデザインになっています。身長158センチの私が着ると丈感はこのくらいですね。だいたいくるぶしが隠れるぐらいの丈感になってます。生地はポリエステルと綿が入っていて落ち感のあるさらりとした素材で、スカートの柄部分はふわりと広がり女性らしさがあります。カラーは私が着ているベージュ、グレー、ネイビーの3色で、フード付きのスウェットなので下にデニムとスニーカー、そしてキャップを合わせたらカジュアルコーデにも着られます。お次はこちら、ヴィンテージライクスウェットプルオーバーです。胸元にこちらのニット帽と同じワッペンがついたヴィンテージ加工が施されているプルオーバーになっています。さらりとしていて生地は薄手なので今から季節の変わり目にもってこいのアイテムです。フリーサイズとゆったりの 3L のムーチョサイズもご用意しております。カラーはライトベージュ、レッド、私が着ているチャコールグレーの3色で、全色欲しいぐらいに絶妙なカラー展開になってます。程よくお尻が隠れる丈感なのでどんなボトムスにも合わせられます。私のおすすめはやっぱりチチカカらしい柄のスカートで合わせるコーデです。もちろんパンツスタイルもおすすめです。お次の商品は西武東特化店のライさんにバトンタッチします。ライさん、原さん、ありがとうございます。東特化店のライです。私が紹介する春の新作商品、まずはこちら、ボクシーコンビプルオーバーです。こちらなんといっても背中に大きく入ったこの柄がポイントです。可愛いですよね。こちらよく見ると植物がモチーフになっているので自然らしく女性らしさをアピールしてくれます。こんな感じです。そして形がボクシーシルエット、ゆったりしているので体のラインを拾いすぎずにすっきり着ることができます。しかしここゆったりにはなってるんですけど、斜めに柄が前からも見えるようになってるのでその分すっきりも見せてくれます。カラーは3色、私が着てるベージュとこのカーキとチャコールグレーになっております。こんな感じですね。それぞれ柄のところのお色が違うのでどれもとっても可愛いです。続いてはこちら、さっきのプルオーバーと同じシリーズのワンピースになっております。ステッチワークコンビワンピースです。こちら切り替えがこのように入っているのでまるで重ね着してるみたいに見せてくれます。そしてその切り替えがこちらも斜めに入っているので実際のゆったりとした作りよりもシュッと見せてくれることができます。こちらなんとツーウェイタイプとなっております。この丸い首の方を前にしても着れますし、後ろのボタンの面を前にしても着ることができます。ボタンの方を前にするとこんな感じで、ボタン開けてインナーをチラ見せさせてあげるのもとても可愛いです。こちら165センチの私が着てサイズ感こんな感じです。膝下ぐらいの丈感ですね。柄の部分少し透き感がある素材なのでこんな感じでレギンスやスキニーと合わせてあげたりワイドパンツなんかと組み合わせるのがおすすめです。こちらもカラーも3色、先ほどのプルオーバーと一緒でベージュとカーキと私が着てるチャコールグレーの3色となっております。いかがだったでしょうか。春らしい可愛い色のお洋服がたくさん入荷しているので気になった方はオンラインショップやチチカカのお店をチェックしてみてくださいね。
それではアディオス。